あの本当は2台やる予定だったよね。そうですね。あのすいません、71がですね、サスペンションからなんかすごい異音が出てたんで、後日回しということで、今回はこの69バッチリやっていただきたいと思っています。これは今何されてるんですか？今からちょっとあの車体を固定しなきゃいけませんので、はい、どこで固定しようかなというのを、車ごとにちょっとやっぱ条件が違いますんで、はい、はい、はい、そうですね、はい、結構あの、うん、車種台の中ではメジャーどころ、そうですよね、大体左のジェットかボッシュかみたいな。どれだけこうチューンアップして300馬力に近づくかというテストだよね、今日ね。いや楽しみだな。ダメな俺になるかもしれませんしね。これ坂上さん、どんな運転されてらっしゃるんですか？あのコントローラーの中に引っ張っていってるんで。コントローラーを、はい、あのこれブレーキかけたり、はい、計測を開始したりするとか、そこの中にある、今中に入れちゃったんですよ、はい、このコントローラーを使ってますね、はい、これですね、これで操作する感じですね、はい、これ押すとブレーキが解除になって、これで押したら1回押すと計測開始、もう1回押すとストップ、はい、黒煙出ないと思います。黒煙出ないですか？出ないと思いますね。おお、バッチリ合わせてきました。もうバッチリ合ってますよ。もうチリバツというね自信満々の子供ですございますからね、はいはい、素晴らしい、まあ、自画自賛してるだけなんですけどね。いえいえ、そう、結果が全てだね。厳しい言葉だね。いや本当そうだよね。これを置くときに、今からちょっと回転数がちゃんと表示できるようにギア比を合わせているというか、タイヤの径で変わってくるものですから、ちょっと先にそれだけやらせていただきます。さあこれで、よいしょ、失礼します。はい、ではちょっと緊張しますね。大丈夫ですよ。僕が一番緊張してますから、はい、ギア比を合わせたんで、じゃあ計測を始めます。よし、はい、いよいよでございます。いよいよ行きます。いよいよですね。いよいよね、
な。まあそんなアフターアイドルで大丈夫ですよね。やっとテストが終わりましてね、念願だったんですけど、じゃあ結果報告をバラさんの方から教えていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、これは一応3回目のデータですね。なるほど、3回目が良かったわけですね。はい、まあ、そうですね。はいはいはい、はい、まあ、大体3回測ってどうかなってところなんですけど、はいはい、まあ、パワーはまあ200は出てないですけど、あの補正とか一切なしですので、はい、まあ、1割か 15% ぐらいは乗せて考えてもいいのかな。上乗せしても、ね、それは反則ではないわけですね。まあそうですね、かさ増しではなく、いわゆる、はい、まあ、大体 10% から 15% ぐらいはロスあると思ってます。ロスがある、どうしてロスが生まれてくるのか、はい、やっぱそのタイヤの、はい、多少のスリップだったりとか、はいはい、ローラーの抵抗だったりとか、あーは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 ー、はい、なんでまあそうですね、210馬力か215馬力ぐらいは出てると考えてます、まあ、出てると。もともと300馬力の、はい、まあ、4800で300馬力出るよというのが350のスモールブロックの V8 のエンジンの、まあ、これのカタログスペースだったんですね、はい、当時では、まあ、当時でも出てたんですかね、うん、まあ、当時の車だと特に、ね、今に比べると例えば、はい、グロス表示だったりとか。グロスって何でしょう、ね、今もエンジン単体で測った。あ、うん、エンジン単体の300馬力、うん、そうなってくるともうさらに2割3割当たり前みたいな、そういうことですね、話になってきますね。はいはい、はい、まあ、カタログで300とか言ってて、うん、まあ、このぐらいだったら、まあ、うん、まあ、割といいコンディションかなと。ということは300馬力カタログで出てても、はい、絶対300馬力にならないってことですね。まあならないと思います、ね、ならない、はい、なるほど、はい、まあ、そういうことなんですね。はい、ね、はい、僕 の、 あの車が黒煙を出したから酸欠状態だったっていうことをなんですかね。まあ、大塚回した時に黒煙っていうかですね、はい、まあ、多少はあのガソリン燃やしてるわけですから、はい、そしてあの今の車のようなあの高性能なキャタライザーついてるわけじゃないんで、あ、触媒がですね、はい、確かに60年代そうですね、はい、性能を考えるとそのぐらい の、はい、あの浄化しきれないものはしょうがないかなと。そういうことですね、まあ、確かにそうですよね、はい、低火線だったら、まあ、浄化式だったとして燃やし切ったとしても高火点になれば、はいはい、多少はこう特にキャブレーターですから、はい、あのね、点火タイミングに合わせてこうガソリン吹いてるわけじゃなくて、はい、ジューッと空気の流れでガソリンが流れていっちゃう、はい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 、空気の流れが速くなるほどガソリンの量が増えてくるわけですもんね。ちょっとあの燃やしきれないものは出てきちゃうと思います。じゃあそれはもうキャブ車の場合はもうしっかりと持った方がいいわけですね、はい、いくら完璧に注意したとしても、はい、ということですね。そうですね、勉強になりますよ本当に、はい、バラさん何とか詳しいんですか。いえいえ確かにこのバラさんの作ったアバルト無敵だっていう話で同じカテゴリーでは走らせられないっていう話をこうちらっと聞いたんですけど、目の方に混ぜられちゃってあ、ジュニアフライ級なのにバンタム級までぐらいになっちゃってるわけですかね。 そうですね、そこで戦わされちゃってるそうですか、うん、なるほど。具志堅用高がどうでしょうか、竹原に挑んでる感じ。まあ それに近いですね。それぐらいですね、パンチ力の違いありますよねなるほど、バラさん大変ですねまあそれはそれで楽しい、なるほど。じゃあジュニアフライ級、うん、まあ、ジュニアフライ級って5級号を呼んでいいのか分かりませんけど、はい、どうなんですか。ボクシングで与えにくいでしょうけども、まあ、そんなもんだと思いますね、はい、かなりコンパクト級だと思います。コンパクト級、はい、はいはいはい、軽量で、まあ、排気量もちっちゃいですし、とはいうものの何キロぐらい出るんですか。あの YouTube で拝見したんですけど、はい、レースでサーキットで走ってらっしゃるんじゃないですか。はいはいはい、まあ、富士の直線でやっぱり220ぐらい出たらいいかなって感じですね。おー、すごいですね。ただやっぱり、あの、まあ、前輪駆動車っていうのもあるし、うん、はいはい、あの途中でやっぱりその空気抵抗の方が勝っちゃうもんで、うん、はいはいはい、はい、そんなに伸びるかって言ったら伸びないですね。はいはい、はい、そうですよね。もう200ぐらいになると空気抵抗ってもう相当なものですよね。はい、例えば、はい、僕みたいなこう旧車だとキャブのセッティングでだいぶ調子が、はい、劇的に変わるものなんですけど、はい、今 の、 そのアバルトにしても、はい、まあ、コンピューターセッティングじゃないですか。そうですね、はい、それをどうやってチューニングしていくんですか。うん、もうあのコンピューターセッティングの場合はですね、あのキャブだとやっぱ物理的にやらなきゃいけないんで、どうしてもあの例えばジェットも何個もあるじゃないですか。はいはいはい、あのメインジェットだけでは
低回転が合わせれないんですよね。はい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 、ところが、まあ、コンピューターの場合はもう、うん、あのこういうグラフみたいな、はいはい、あのテーブルみたいなのを見ながらこう何回転は何 cc とか綿密に合わせるわけですね。あ、はい、なるほどなるほど。アクセルの回転とか回転数とか、はいはいはい、あと何ですかね、あの水温とかそういう補正もかけながら、はい、じゃあそれを自分で自由にセッティングして速くしていくってことなんですね。そういうことですね。なるほど、はい。まあ、ただ結局やってみると、うん、あのどっか濃かったとか薄かったとかできますんで、じゃあこればっかりかけてるわけですね、はい、大のテストの、まあ、まあそうですね、テスト前は、はい、いやいやそうですか、はい、でまあすいません余談が長くなったんですけど、はい、バラさんすごいうんちくあるんでここはね一つ聞いといた方がいいと思ってですね、ちょっと私の、はい、まあ、これがあの3回測ったうちのベスト、はい、まあ、という一番いいで、ね、一番いいところですね、はいはい、一番いいところでどんなもんだったかっていう話でございますね。まあ、そうですね、綺麗にあのトルクも出てますし、はい、まあ、トルク376ニュートンって言ったら、はい、まあ、本当今時の大排気量車と比べても、はい、そんなに遜色ないというか、あ、そうですね、はい、全然普通に走っていて楽しめるような、はい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 、非常に乗りやすいパワーカーブじゃないかなと思います。本当乗りやすい時代なんですよ、はい、だから僕350の方がビッグブロックで好きなんですよ、はい、空燃費とか見てもどっかが変に濃いとか薄いとかもないですし、はいはい、まあ、綺麗につなげてあるなというのが分かりますし、あーはーはー、まあまあ、このグラフには出てこないんですけど、はいはい、あの最初にこう、ね、あの回転数を合わせたりしてる時にも、はい、まあ、こう踏んだ時にも変にババッとならないというか、はいはい、あのローラーが暴れない、はいはい、あの綺麗にスルーッと 回せるような、あ、非常にあのやりやすかったです。あ、そうですか、はい、いやということはあのご確定いただけたということでございましょうかね。まあ、非常に非常にいいかなと、はい、そうすると10点満点中何点ぐらいの、はい、まあ、本当に10点満点で言ったら、まあ、8点か9点か、まあ、ここまで綺麗に合わせたいなって感じがしますね。出れちゃうな、はい、俺先ほどですねウィングオートさんに行って、台のテスターチェック、これをしてもらったんですね。本当はこの71も一緒に行く予定だったんだよね。はい、でガソリンスタンドまで良かったんです、近所のね、はい、その後の行く途中でねすっごい異音がし始めて、急遽戻ってきたんですよ。で今日ちょっと疲れてるんだけどパーツを手配しないとですね、行けないので、どのパーツが悪いかちょっと急遽調べることにしました。